宮島事件は1971年8月23日に韓国において発生した反乱事件である。北朝鮮への派遣のために編成された特殊部隊の兵士らが処遇への不満から反乱を起こし、最終的には韓国軍及び警察によって鎮圧された。1968年1月21日に発生した青瓦台襲撃未遂事件では、 北朝鮮が派遣した朝鮮人民軍第124部隊の31名が38度線を越えて、韓国の首都、ソウル市内に侵入し、大統領官邸制画台の襲撃を試みて、失敗した。工作員のうちただ一人捕虜となった金、新重少尉は襲撃の目標が、韓国大統領、朴世紀の暗殺にあったことを供述し、 僕は激怒して事件への報復措置を取ることを決心した。僕政権は事件の報復として直接的な軍事侵攻を検討した。しかし、直後の1月23日に起こったプエブロ号事件によってアメリカのリンドン B ・ジョンソン大統領は朝鮮半島有事を回避することの選択を迫られた。当時ベトナム戦争を遂行していた。 ジョンソン政権には朝鮮で新たな先端を開く余力はなかったためである。アメリカの援助が得られなくなり、牧政権も北進を断念せざるを得なかった。それでも、牧政権は、自らもゲリラを使ってきた朝鮮首席軍爆破と、に日世を暗殺する計画を、秘密裏に進め、1968年4月に、 専属の特殊部隊である空軍2325、戦隊209派遣隊を創設した。隊員は民間人から募集したが、政府は守るつもりのない条件で勧誘していた。隊は、編成年月の68年4月からとって、684部隊というコードネームで呼ばれた。 北と同じ31名の隊員からなる部隊は、新川近くの三尾島で過酷な訓練を重ね、北への侵入、近日制殺害の命令が下る日を待った。ジョンソンに代わって、アメリカ大統領になったリチャード・ニクソンは、デタントの一環として1970年7月に、在韓米軍の削減を発表した。すると、1971年4月に、北朝鮮が、 統一会談を提案し、9月に大韓赤十字社と朝鮮赤十字会が予備会談を開始。1972年7月には南北共同声明が発表され、8月に赤十字本会談開始と立て続けに南北融和政策が行われる中で、1971年に計画は撤回、部隊は存在しないことにされた。 しかし、機密保持のため隊員が島を出ることは認められず、目的を見失った訓練が中止されることもなかったため、事実上遊兵されたような状態に置かれた隊員らの不満は増大していった。鎮圧後、バスから搬出される、反乱隊員1971年8月23日、684、部隊の24名の隊員は、反乱を起こし、 教育隊員を殺傷した。宮島を脱出して、二川に上陸した隊員は、バスを乗っ取って大統領への直訴のために青瓦台へ向かった。彼らは途上で、軍、警察と交戦しつつ、ソウル市内に入って二代目のバスに乗り換えた。しかし、栄東北大型道の製薬会社、龍火に要向社屋近くの路上において銃撃戦となり、最後は、手榴弾で自爆した。 これにより反乱した隊員のうち20名が死亡し、生き残った4名も、軍法会議で死刑判決を受け、1972年に、銃殺刑が執行された。正確な場所は、機密となり不明であるが、ソウル近郊の射撃場で処刑され、遺骨も近辺に埋められたという説がある。この事件は、その後韓国の軍事政権下では長く隠蔽されて、来たが、 民主化後の政権で資料が明らかになり、2003年にシルミドとして映画化された。しかし、映画の中の客色特に684部隊の隊員が死刑囚や無期懲役囚などの犯罪者上がりとして描かれていることなどについて、隊員の遺族が名誉を傷つけるものとして上映の差し止めを求めるなどの問題も起こった。 映画化により、社会的に事件の全容解明を求める声が高まり、韓国当局が調査に乗り出している。2005年には684部隊隊員の遺族に、対し、国防部が34年ぶりに死亡通知書を正式交付した。ありがとうございます。